メリーズヨの1 minute talking。 突然登場、マリースヨです。 1 minute talking は僕、メリースヨが毎回一つのテーマで1 minute 1分間でトークしちゃうコーナーです。今回のテーマはこちら、初めて日本に来た時の心境。愛知県劇団員女子さんからいただきました。ありがとうございます。それじゃあスタート。はい、初めて日本に来た時の心境は、日本語が難しかったことと、すごい、まあ来たことあるのはもう本当に赤ちゃんの時とか来たことあるし、夏休みにも毎年来てたので日本のことは一応慣れてたんですけど、やっぱり来るのと住むのは全く違うから、今回住む時の心境でもいいかなと思って、住む時ね、こっちに引っ越してきた時はもうすごい大きい家とか建物がいっぱいあるのに、なぜか部屋はすごいちっちゃいんだって、それがすごいびっくりしました。でもそれぐらい人が多いんだなっていうのが実感して、ドイツの家と比べると本当にちっちゃかったので、それがびっくりしましたが、いい経験になったと思います。はい、それが一番の印象でした。マリースヨでした。いやいやいや、コメントしづらい。なんだよもう。いたわ。俺も小学校4年生の時に、アメリカに行った友達がいたので、で小学校6年3年後に帰ってきたんだよ。はいはい。その帰ってきてもう最初に言った一言が、何何、はぁ、日本鮮明。でもね、何これって。まあそう感じちゃうのはしょうがないよね。感じちゃうしょうがないんですよね。まあでもこれ日本はね、日本でね、やっぱいいとこたくさんあるんですよ。いいとこたくさんあるよ、本当に。他の国に比べてもしかしたらちっちゃいかもしれないけど、密度は濃いからね。そうそう、大きさじゃないから。そうです。本当に。そうですよ。そうそうそう。まあね、ちょっとね。まあそう感じるのはね。まあすごい、そういう意見言えるのはマリウスヨだけだからね。そうそうそう。ということですよ。可愛かったね。ね、可愛かった。さあ、マリウスに話してほしいテーマを、どんどん募集してるんで、はい、番組ホームページのバナーから送っちゃってください。以上、マリウスヨの、1 minute talking でした。